どうもこんにちは、春大リメンバーの稲山です。はい、ということで今日は内定の登竜門ということで、まあ、実際の就活生に自己 PR していただいて、大人の方3名に一緒に働きたいと思うかどうかをジャッジしていただく企画です。今回していただくあかりさんはもう早期内定3社で、まあ、めちゃくちゃ優秀な就活生なんですけど、まあ、そういった就活生がどんな面接をするのか皆さん楽しみに見ていただければと思います。じゃああかりさん自己紹介お願いします。新高卒就活生の斉藤あかりです。よろしくお願いします。お願いします。ただ面接官の方自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。人事コンサルティング会社人材研究所の代表をしております、ソワと申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、日本最大級の社員口コミ就職転職サイトオープンワークの代表大沢です。よろしくお願いします。はじめまして、株式会社ダイアリーという会社の福田俊と言います。体調不良で来れなくなったゲストの方がいて、代打で私が参加させていただきます。じゃあ早速面接の方始めていければと思います。お願いします。お願いします。では早速なんですけど、面接始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。学生時代に主にこう、まあ、力入れてたような分野の、ことをお伺いしたいんですけど、どのようなことを主にやってきた方なんでしょうか。はい、まず私は経営学部に所属してまして、はい、学部では主に私の興味のある2つのことについて専攻を深めてました。はい、1つがマーケティング分野、もう1つが組織人事領域というところです。なぜかというと、私は従業員と消費者に双方にとって良い経営企業とは何かっていう漠然とした問いを持って今の大学に入学しました。なのでマーケティング分野においてはゼミナールでドラッカーのマネジメントを輪読したりですとか、あとは人事組織領域についてはこちらは個人でも学びを深めていて、将来的にもそういった分野に力を入れていきたいなというふうに考えています。で、学業以外ですと大学1年生の春から飲食店のカフェチェーン店で接客レジのアルバイトを3年間続けております。で、こちらは接客業として一人一人のお客様に丁寧な接客をするっていうところももちろん心がけておりますし、もう一つが私のその人事組織領域ってところで何か自分にできることはないかと思いまして、アルバイト先の労働環境、特にシフト管理の方法の改善っていうところを一人のバイトとして提案させていただきました。で、こちらによってずっとそのシフトが前日までわからないっていうような状況があって、社員もアルバイトも困っていた状況だったんですけれども、そちらの新しいシフト管理アプリの導入であったりとか、あとはその私の声掛けによって社員さんの役割分担がされるようになったりだとかっていうような改善が見られまして、きちんと規定通り半月に一度シフトが公表されるっていうような成果につながりました。じゃあちょっと最初に、はい、まず学業の方から、はい、お伺いしたいんですけど、そもそも興味を持ったきっかけっていうんですかね、どんなことがあったんでしょうか。この経営っていうのに興味を持った大きな要因として私の母の存在が挙げられると考えています。私の母は私がそうですね、小学校 3,4 年生の頃から一人で私を育ててくれていまして、でそこで自分で企業を立ち上げて個人業なんですけれども、はい、フリーランスではないんですけど、そういった自由な働き方をずっとコロナ以前からしてるような方でした。でそういった存在が身近にあったことで、そういう経営だったりとか働き方っていうところがすごく他の家庭だったり人との環境とは違ったっていうのが身近なところにあったので、そこから非常に興味を持ち始めるようになりました。ご自身は将来的には同じように起業してみたいとかって思ったりはしてますか。私はやっぱりそのトップに立って自分がやりたいことだったり世間にどう貢献したいかっていうことをビジネス起業を通してやりたいっていうよりかは、そういった思いを持ってる方のサポートだったりだとか、あるいはその起業ってやっぱり0から1ってことがすごく多いのかなっていうふうに思ってるんですけれども、今現状の課題だったりすでにある企業の何か現状課題を解決できる1から10の人になりたいというふうに思っていますし、そちらの方が向いているのではないかなというふうに考えていて、起業っていうのは今のところはちょっと可能性としては低いかなと思っています。サポートとか、はい、01よりも110っていうのはどこら辺からそう思ったんですか。はい、01が苦手なのはまあ、ちょっと話が違うかもしれないですが、結構何か私はルールとか規制に縛られていないと逆に困ってしまうっていうようなことがよくありまして、逆に10が得意なのは、先ほどのアルバイトの例もそうなんですけれども、何か困っていたり現状何か当たり前だって思ってしまっていることを自分がもし変えられるのであれば変えたいという思いがすごく強くって、そういったこともあってやっぱり今あるマイナスだったり1っていうのをマイナスから0もしくは1から10っていうのをするのが向いているのではないかなというふうに思いました。なるほど。
ちょっとあえてだからずらして質問してみたいなんです、はい、今大学の話中心に聞いてきたと思うんですけど、物心ついたぐらいから自分の記憶があるぐらいのところから、はい、今に至るまでの人生を大きく3つの時期に分けてもらった時に、はい、それぞれが何歳から何歳までの時期で、はい、その時期をあえてラベリングをつけるとしたら何々期と呼ぶかっていうのを3つの時期に分けて僕にプレゼンしてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、ちょっと考えてもらっていいですか。あ、わかりました、はい、ちょっと考えますね。はい、わかりました、決めました。はい、はい、まずラベリングすると、生まれてから10歳までの間が、これが吸収期だと思ってます。10歳から20歳ですね、20歳、去年の頃までが、これが、まあ、動乱期。20歳から今の時期まで、うん、これからが、まあ、成長期にしておきます。はい、あの今成長期なんですけど、いろんな成長の仕方があると思うんですけど、今の時点で考えているその成長の具体的なイメージというか、はい、どんな風な成長をしたいとかって考えてます。はい、まず一つは、はい、やっぱりその今まで興味関心があってももうケチだったので何も触れなかったっていう、その幅を広げるってことをとにかくやっています。あ、面白そうって少しでも思ったらやる、そういったことで行動の幅だったりとかっていうのを広げるってことを第一に考えています。ちなみにどういう人と働きたいとかありますか。やっぱり自分と違う考え方を持ってる人がいいなというふうに思っています。私はいろんな人の価値観とか考え方が組み合わさった時に生まれるシナジー効果が一番楽しいし、一番成果としていいものが出るというふうに考えているので、例えば年代もそうですし、あとは国籍とかも、本当に海外の方とお話するのがすごく好きなので、そういったところで本当に自分が持ってないものとか、自分だったら絶対やらないっていうような経験をしてる方と働いてみたいなと思います。うん、ただ割と大手思考というか、はい、そうですね、ではあるんですかね。うん、大手企業をがいいなと思ってる理由もやっぱり人の数っていうところが最初に挙げられるかなっていうふうに思っていて、やっぱ大手企業だと新卒社員もちろん中途の方もたくさんいらっしゃって、いろんなキャリア、いろんな経験をされてる方がいらっしゃる、これが一つ大手企業がいいなと思ってる理由です。うーん、ちょっとまた別観点になっちゃうんですけど、はい、一番これマジしんどかったっていう、なんか努力したこととか教えてもらっていいですか。努力、学生時代一番努力したこととか頑張ったことって言われてあげるのがさっきのアルバイトのエピソードなんですね。正直なところ血の滲むような努力はしてないです。ただ自分が本当に心からやりたいと思って、シフト管理の方を変えた時もアンケートを取ったりとかヒアリングをしたりしたんですけど、そういった計画とかするのがすごく好きで、そういったことを地道に積み重ねていって結果今成果ができたっていう意味では、血の滲むような努力ではないんですけれども、すごく頑張ったし自分のやりたいことができた、努力できたことだと思っています。なるほど。え、欠点あるんですか。絵はいっぱいあると思います。型にはまってしまうこと、さっきも申し上げた通り、やっぱり今は前よりはできてると思うんですけど、型にはまってしまって、それこそ01ができなかったり、アイデアマンじゃないとか、そういったところも挙げられますし、あとはやっぱりその一人で抱え込んでしまって無駄に考えすぎて終わるっていうのも非常に大きい欠点かなって思ってます。長所と裏返しですよね。まあそうですね、型にはまりたくないとも思ってるわけではない。いや、思ってるからこそいろんな人と会いたいし、一人で旅に行ったりもしてるしって、自分をちょっとずつ変えたいなっていうふうに今思ってます。はい、ではいろいろお伺いしましてありがとうございます。面接は以上になります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしたら皆さん面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしたら早速一緒に働きたいと思ったら丸で、そうじゃなかったら×でよろしくお願いします。はい、じゃあせーの。おお、すげえ、全員丸。戸さんからフィードバックという情報をお願いします。当たり前水準とかよく言うんですけど、どれぐらい頑張ったら自分ですごいって思うとか、それが高いですよね、ものすごく。だから例えば最初聞いてると謙虚にあんまり大したことがないっぽいということでも、深く聞いていくと、おおすごいやんことっていうのが何回かすごいあったような気がしてて、これって結構ハイパフォーマンスの一つの特徴だったりもするんですよね。伸びしろがこれからありそう、特に新卒採用とかでいうと、なんかこれからこの当たり前水準でまだまだだと思って、やっていただけるんだったら、これよりさらに伸びるんだったら、ぜひぜひ見てみたいなっていうふうに思いました。次大沢さんお願いします。はい、僕は丸を最後つけた理由は、お母様はね、多分理想高いんです、すごい、そこは尊敬すべきところ、でも自分は弱いところもある、でもそこに対して割とストレスの逃がし方とかもちゃんと覚えてるし、
自分は自信がないとかそういうところもちゃんと気づけてるし、うん、でもその中でちょっとずつ自分が挑戦できる範囲でちゃんと殻を破って少しずつ挑戦していくっていう、僕も同じで評価したポイントは伸びしろです、うん、自己認知をちゃんとできている、自分の弱さに向き合えている、うん、でそこに対して一歩一歩ちゃんと進もうとしている、うん、っていうことは今後まだまだ伸びるなっていうふうに感じた時に僕は丸をつけたですね、はい、ありがとうございます。そしたら最後しゅんさん、はい、丸した理由をお願いします。落ちる理由がないですよね。そしたら逆になんか改善点とかってあったりするんですかね。面接が慣れてない人からするとちょっとやっぱり喋りは早いんで、あ、やっぱりそうです、情報量多いのでちょっと早すぎるかもしれないなっていうのは思いました。あんまないんですけど、やっぱり慣れた面接官からすると多分見極めなきゃいけないって弱さってすぐ多分メモに書かれると思います、はい、で結構時間がなかったりするとさっきのストーリー全部伝えられなかったりすると思うので、はい、あ、なんかちょっとこの子弱いかもとか、うんうん、厳しい環境の中だとなんかちょっと潰れちゃうかもっていう風に罰がつけられちゃう可能性もあるので、うんうん、だから端的に短く自分弱いところもあるけどそこにどう向き合ってるかとかどうそれを乗り越えようとしてるかっていうのが伝えられると短い時間の中でも多分面接官が気になるポイントにちゃんとシューティングできるようになっていくと思うので、うんうん、そこは一個が気になったところでしたね、うん、そうですか、はい、ありがとうございます。吉野さんあります？改善点、はい、ないでしょ。可能性しかないでしょ。確かに。そしたら最後、斉藤さんから感想をいただいて締められたらなと思います。はい、まさか本当に全員から丸をいただけるとは思ってなかったのですごく嬉しいっていうのが正直なところです。もう少し面接官の方が聞いてないかもしれないけどここを聞きたいんじゃないかなってところに自分からアプローチできればいいなっていうふうに思っています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしたら面接官してくださった諏訪さんと大沢さんの SNS は概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した任用ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。